はい、じゃあ最後、はい、タッカード、じゃあちょっと最後真面目にいきますね。はい、そうですね、まあ、さっきちょっと出たんですけど、まあ、三河琉球レバンガが来て、はい、まあ、三河ではやっぱ上昇チーム、はい、まあ、勝って当たり前のチームでやってたじゃないですか、はい、でまあ、琉球行って、まあ、その自分のステップアップを含めて違う環境でその成長しようっていう思いがあったと思うんですけど、はい、まあ、やはりその中でも何でしょう、一番その自分でブレてはいけないっていう思いというか、はい、覚悟というか、はい、真となるべきものはどんなことがあるのかなっていう、そうですね、バスケットボールがまずこう好きでやってるっていうところを忘れてはいけないなっていうのは常に思ってますね。やっぱり試合が続いたりとかしたら結果にこう左右されることもあると思うし、うん、まあ、それがね、僕たちの仕事を勝つっていうことが仕事でもあるので、それで評価される部分っていうのはすごくあると思うんですけど、やっぱりバスケットボールが好きでやってるし情熱を持ってやってるので、そこのまあ好きだったり情熱だったりっていう部分を常に持っていきながら、そのためにこうチームでやってるんだっていうことを忘れないことは自分の中での芯ではあります。うん、堀本さんはよくそのバスケット楽しいって思ったことはないってやっぱずっと言ってたけど、はい、そこの橋本選手の場合は、はい、楽しむことは絶対、楽しむことは絶対あった方がいい、いやもちろん苦しい時間のが多いんですけどね、それは堀本さんが言ってることは間違いないなって、ほとんどの時間が苦しくて楽しいと思ったことがない、まあ、練習だって辛いですし、試合だってなかなかうわ楽しいなって思いながらやる時間って少ないと思うんですけど、うん、でもその振り返った時には、あ、自分がやってきたことって、まあ、苦しかったけど良かったな、楽しかったなっていうふうに思えるようにはなってるし、うん、そこは変わってないかなって僕は思ってます。なるほど、まあ、レバンガに移籍した時も、まあ、どこでも多分ちょっと話、こういう話はしてるかもしれないけど、はい、どういう思いがやっぱ強くて、はい、レバンガに行きたい、はい、行こうっていう、やっぱりまあ、昨シーズンもなんですけど、その前のシーズンもすごくこう苦しんでいたチームだなっていうのは、織茂さんとかいろいろな方と話してそういうことを聞きました。まあ、その中で自分ができることってなんだろうなとか、なんていうんですかね、どういうふうにこうチームが変わっていくのかっていうのとか、いろんなことを自分自身が見たいなと思いましたし、感じたいなっていうふうに思って、まあ、それがこれからの自分の人生だったりにつながると思うし、うん、そういうなんていうんですかね、大きな目線で、捉えて移籍をしようというふうに思いましたし、うん、それがこう後々にいろんな人にこう伝えられる立場になればいいなっていうふうに思ってるので、まあ、去年も去年ですごくこう苦しいシーズンだったんで、まあ、昨シーズンも苦しかったんですけど、うん、まあ、でも自分の中で整理できたものがあったりとか、うん、まあ、こういうことをやっていかないといけないっていうことがあったりとか、本当にまあ、すごく充実した、まあ、苦しいシーズンだったなっていうふうに、はい、名言出ましたね。ありがとうございます。桜井さんに言っといてください、これは。いいこと言ってたってちゃんと言ってる。わかりました。なんかその、まあ、三河は、まあ、ルーキーで入って、はい、その、はい、まあ、その目の前の試合、優勝したいっていう、はい、多分、思い、目標、夢みたいなのがあって、はい、まあ、そこでまた、一つステップアップ、ここで結果を出して琉球行って、琉球っていうチームを今度はその強いチーム、優勝できるチームにしたいっていう思いがあったけど、今はそこからまたもう一つレベルアップをして、その本当にもう人生っていう枠でレバンガをどうこう大きくしていくか、それが多分自分の今後の橋本龍馬っていう男の骨組みというか、はい、土台になるよう な,、はい、なんかそんな感じってことだよね。その取り組み、その通りだと思います。はい、そうやってやっていきたいなと思っています。だからそのなんだろう、そのちゃんとステップアップしてってるっていうのが多分、はい、後輩にもね、はい、多分伝わっていくと思うんで、はい、ちょっとレバンガでの活躍というか結果を、はい、来季はちょっと、はい、期待してるんで、ありがとうございます。結果が出なかった時はちょっと、はい、桜井亮太とちょっと、あ、終わりました。亮太もそっち側だから、そっち側なかった亮太も、はい、
亮太が銀髪が好評だったってちょっと自慢してたんで。いや好評だったんですかね本当に。それはなそれはちょっと分かんないです僕も。見た時はなんか自慢げに俺やってやったぜみたいな感じで僕のとこ来たんですけど、うん、おーうっすみたいな感じでもう走ちょっと終わりましたけど。だってあれワックスだったでしょなんか。そうですそうですそうです。だから結局本当に言えばできないじゃんってそんな努力もないと思いました。わかりました。それもちょっと言っときますね。あお願いします。はい、ということでじゃあまあこの5項目はちょっと終わりまして、はい